せーの、アメイジングレディオパフォーマーズオンザウェブ。というわけで始まりました、アメイジングレディオパフォーマーズオンザウェブ。今週も8月18日19日に行われましたキックアライブを振り返りつつ番組をお送りしようと思います。はい、今回ですね、シンジ君が MC ということでしたけれども、はい、メールいただいております。ハンドルネーム牛尾さんです。ありがとうございます。シンジ君、キックアライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。リワインドがあったとはいえ、お正月ぶりの生シンジ君は相変わらずかっこよくて、ベータよりもファーストよりもセカンドよりもサードよりもドキドキしました。進行がシンジ君ということで、実は心配してた、かっこ大変じゃないかな、疲れないかな。あ、そういうことですね。はい、心配してたのは本当に、急だなと思いました。サードでもすごく大人っぽくなったなって思ってたんですが、キックでは色気が増したみたいで、かっこノースリーブドキドキしました。てんてんてん、かっこ閉じ。ステージのシンジ君から目が離せなかったです。ありがとうございます。ということでございまして、MC についてはこの写真撮影のことでなんかいろいろあったんですね。一応先にご説明しておきますと、MC って大枠の進行みたいなものを頭に入れて進めないといけなくて、まあ、もちろんアドリブとか大丈夫なんですけど、まあ、大きくやることが変わってしまうとちょっと立て直しづらいと言いますか。それな、それなのにさ、レオンがさ、リハ中にさ、写真タイムがないって言い始めてた。そう、本番の前々日な。そう、いきなりだもんな。そうね、だってタンタンが写真タイムが嬉しいって前に言ってたから、今回やってないやんって気づいて、いや今回シンジがさMC だから、シンジどこに入れるってな、で、前半のみんなでポーズを取るところがあってね、で衣装の話とかもするからそこにしようってなってね、本当に決めたの全然実まあでもやってみたらちょっと最初は戸惑ったんじゃないかな。そうやね、今ではなんかこう、今までは撮られてる間一丁さんがトークで繋いでくれてたから、まあ、僕ら気にせずなんか黙ってポーズ撮っておけばよかったんですけど、もうシンジ君もポーズやっぱ撮るからシーンとなっちゃって、なんか広大な空間にスマホのシャッター音だけが響いてる。なんかすごいたくさんの音でね、でそれでまあいつ終わればいいかちょっと分かんないけどいや普通の写真はさ、カメラマンが撮るよって言って OK で終わりだけど、ライブのは終わりのきっかけがないからさ、そうそう、僕の中では5秒間数えてました。あれ決め事があった、なんとなく、ね、あれだよね、秒針みたいにやってたシンジ。あ、違う、あれちょっと最後だけ、し、ひらがなのしをやったつもりだったんだけど。あ、なるほど、そういうことか。そうそうそう、なんだなんだ、レイジ君やっぱよく見てるね。それかと思ってたね。あ、時間が来ましたみたいな、時間来ましたってやってんのかと思う。あ、それも面白いね。じゃねえんだ、あれしか。なんでお前自分のことばっか考えがって。いやいや、だって動いてしまうやん、ずっと。もっとも言われたくないやつ。じゃあさ、今度、まあシンジ君ばっかりに頼むのもあれやし、次からはARS さんたちに、はい、オッケーって言ってもらいましょうか。なるほどね、まあ、それもそれでいいけど、全員のタイミングが一致するのって難しいよね、きっと。大体の人が言ったら、大体それが結構まばらになると思うぜ。まあまあ本当ね、やってみていろいろね、こうやって分かった部分って多いよね、でも ARS さんたちにもね、喜んでいただけたみたいで本当良かったですね。はい、それではね、いろいろお伺いしていきたいと思いますが、まずは番組紹介をいきましょう。レイジ君お願いします。はい、この番組はレイジたち ARP がライブや音楽のこと、その他にもレイジたちの日頃考えていることとか気になること、もちろん ARP の活動情報などなどお届けしていく番組だ。お送りするのはレベルクロスレイジ、レベルクロスダイヤ、シンジ、レオン、ナビゲーター私星野拓也でお届けします。まずはリスナーの方のメールをご紹介していきましょう。ハンドルネームコンタロウさんからです。ありがとうございます。レイジ様、シンジ君、ダイヤ君、レオンタン、そして星野さん、キックアライブ2日間お疲れ様でした。これはお疲れ様でした。お疲れ様でした。レイジファンってことかな。まあこいつコンタロウはいいやつだと思うな。レイジちゃま、ちょ、おいおいなんだそれ、急に可愛くなったね。キックアライブといえば4人のお揃いの衣装にパフォーマーだけでの MC、 初のバトル4ユニットチーム戦、全4公演、新曲目白押しなどなど、サードアライブまでとかなり変わったところもありましたが、最初から最後まで全力フルスロットルで楽しみました。特に4人で
踊るテンション上げ上げの新曲パラダイスもさることながら、The World is Mine からライドンまでのメドレー5曲はもう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 最高という言葉ではまるで足りないほどに最高でした。ということで今回のメドレーね、ほんと良かったですね。あのなんで、はい、The World is Mine の時になんかちょっと英語っぽく言ったの。いやそれはでもかっこよかったんですけど、その後のライドンのちょっと甘かったですね。そこを言ってほしかったな、今俺つそんなこと言われたら俺が突っ込まれてるんじゃないよな。そう、もちろんもちろん今ダイヤじゃないよ。なるほど、多分ちょっと星野さんの迷いが出た感じですね。なるほどね、そういうの言ってきたらじゃあ言おう。ああ、いい、私からも言わせてもらおう。何ですか今ね、コンタロウさんからのメール紹介しました、はいはい、でコンタロウさんからですって言ったら、ああみんなね、ありがとうございますって言います、うん、ああレイジ君だけ言ってない。え、しかもなんなら多分ね、レイジ様って最初に言ってるから、コンタロウさんレイジ君に言ってもらいたかったのに言ってない。言って、え、レイジ言って言ってなかった言ってなかった。あ、いや、まあコンタローいいやつだからまあ言うよ、うん、コンタロー39。いやいや、ダサいからね、めちゃくちゃ。なんでさ、ドヤ顔で言うの、しかもダサいから、毎回言われて嬉しかったから。いやいや、まあまあまあ、うん、まあ、カントゥーザシャって感じかな。カントゥーザシャ、感謝ってことを言いたいの。そういうこと、トゥーザスッと言ってほしいけどね。まあいいでしょう。まあダンスでもめっちゃメドレーも楽しかったですよね。良かったよな、特にザキスね、4人でやるぞって言われて、え、本当にザ・キス？いやいや、俺たちはさ、ほらレベルクロスの時のポジションが身についてるからあれだけど、ちょっと斜めにシンジが来たりするとさ、うんうん、レオンがちょろちょろしてたりとかしてさ、危ねえって思いながらやってたんだぞ、あれ。あれはね、歌はレベクロだけで歌ってて、最初は悲壮な顔してたシンジがだんだん振りを覚えてきてね、笑顔で楽しそうにこう横切っていくからちょっとムカついてたわ。なんで？あれってまさにぶつかり稽古でしたよね。確かにそうだったな。まあでも曲もショートに編集されてて、やっぱメドレーってテンポいいよな、うんうん、もう次からシンジとレオンの曲は全部つないでテンポよくやろう。トータル3分でどう？あ、いいと思う。でいいだろ、あとは仕方がないから、まあ仕方がないからね、余った時間余っちゃうから。それはどうかと思う。おい、この後レイジが言うセリフを予測して言うんじゃねえよ。地上にね、舞い降りたね。レイジがやってやろうと思ったのに。うん、やりません。今僕が言ってよかったきっぱり言うな。そう、いや、もちろんいいんだよ。いや、3分は短すぎるでしょ、さすがに。全曲をだよ、だって。いや、でもさ、もう2人の曲だけさ、フルでやってでもしょうがないじゃん。まあまあまあ、メドレーだから、ね、そう、メドレーだから、やっぱ、うん、まあまあね、いい感じにね、バランスよくやりたいよね。まあ、まあ、メドレーをやるとしたらね、うん、次回もまたね、そうそうそう、うん、まあいいよね、あれは結構好評だったと思う。まあでも次回も普通にね、うん、まあな、まあな、できますよ、いい感じにやろうぜ、はい、うん、あとロジカルドリーマーの後だったかな、うん、レオンくんが会場のサポーターを煽って、うん、こうみんなでレオンくんたちの即興の振り付けを一緒にやったり、うんうん、こうウェーブしたりね、うんうん、あれもね、なんかライブ慣れだというか、楽しくて楽しかったですよ、ね、最後にレオンのレで締めるやつですよね、うんうん、ロジカルドリーマーの終わりの感想のところで、まあ、ああやってこうダイヤさんとずっとこうダンスの掛け合いみたいにして遊んでたんですよ、うん、そしたらそこをこのサポーターのみんなと遊んだらってこうそういう風になって、うんうん、でみんなでできるこう腕ぐるぐるとかしたんですよ。ね、うんうん、あれもだんだん難易度上げていきたいよな。いや、でもみんな本当上手でついてきてくれてね、すごくこっちから見ててさ、ライトがすごい綺麗だったよね。うん、そうですね。うん、で僕らもそれぞれね、これやってもらおうとかね、うん、いろいろ考えてさ、うん、それも楽しかったな。ね、だからリワインドでもみんなやってくださいね。ぜひ ね。はい。あとウェーブもね。すごく綺麗でしたよ、うん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 、綺麗でしたね、うん、僕もサッカー好きやから、あれもリハの時のノリでここウェーブしようかってこう決まったんです。まあこんな感じで俺たちのライブは参加型だってよく言われるけど、まあこうやっていろいろ決まっていってるんで、みんなよろしくな。でもレベルクロス的にちょっと納得いかなかったこと言っていいですか。え、何？はい、どうぞ。いや、もうね、最後がレオンのレで終わんの、あれはね、無理くりですよ。ほんとそれな。ほんとにもう我々はね、レベルクロスとしてはちょっとどうかなと思ってたんで、うん、まあそこはね、ダイヤと話し合ってサブメンバーへの愛の L だし、レベルクロスのレ、あとレイジのレとして考えて、まあやってました。なるほど、いっぱいある。報告ありがとうございます。ダイヤもそうだろ。あ、じゃあいいやん。まあ、まあね、まあ結果良かったね。まあまあ、結果ね、なんでレオンのレでみんなで締めなきゃいけないんだよ。なあ、そうだろ。だったら ARP の A とかにしろよ。今ね、きつさってなくてダイヤが A ってやったんだけど、いや、説明しなくて。ちょっと可愛かった。なんか今のはラジオ的にな。
ちょっとあれだけど、はい、じゃあ今度は別のやつにしましょう。いやパターンいろいろ変えていくのも面白いよね、うん、そういうのも、まあね、何が来るかわからないその時まで、そう言ったやつにみんなが反応してくれるっていう、あ楽しそう、あーゲーム感覚な、あなるほど、じゃあレオンの王とか、いや意味がわからない、どうやってやればいいんだろうな、その次はレオンの運でしょだってどうせんとかくれくれくれしてるからな、どうすんだんだとこれよ、まあねその時その時でねどんなのが来るかわからないところライブの醍醐味ですからね、はい楽しみにしてください。そして、今回ですねバトルフォーユニットがチーム戦だったじゃないですか、うんうん、こちらどうでした。あのねそこですよ、うん、今回ねダイヤが妙にシンジに寄ってて、ダイヤお前自分の立場分かってる？なんだ立場って。なんだよじゃない、お前レベルクロス2号だろ。いやなんで俺が2号なんだよ。それだよそれ。えどういうこと？どういうことだよ。それそれ。それはどういうこと？ダイヤさんのツッコミ聞いて安心しました。レベルクロスだよほら。さあレジ、お前だってさ、何？ヤングフレッシュハンバーガーチームで次のライブで俺たちを倒しに来るんだろ？いやあのいろいろ混ざってんですけど。ハンバーガーです。いやもう全部過小だからなお前。まあまあまあ。まあ、今回ねキックアライブのバトル4ユニットは、うん、ダイヤ君と僕、うんうん、でレイジ君とレオン君のチーム戦で戦うことになったんですけど、最初はギクシャクしてたけど最後はみんなチーム意識もできて熱い戦いになったよね、うんうん、結果としてはシンジ君とダイヤ君のあのなんて言うんですかいわゆる先輩チーム、うんうん、あシニアチームね、うん、シニアチーム、そうそうそう、無駄に年を食っているチーム、いやいや待って待ってご苦労さんは、シンジそうそうじゃねえよ、シニアに納得してんじゃねえよ、いやいやシニアチームって言ってなかったっけ僕たち最初言ってた気がする、うんうん、いやシンジ君発信ですよね、そうそう、まあまあ、にしてもだよ、だから年寄りっていうことじゃないから、ね、違うのだって何、いやだって1個しか変わらない、無駄、もう1個しか違わないでしょだって、俺らは A じゃなくてチャンプ&プリンスチームだ、出たチャンプリ、うん、略すんだチャンプリ、変な名前ですよね、ハンバーガーズの方がよっぽどいい感じやと思う、あうまそうだよな、なんかハンバーガー食いてハンバーガーズはもう解散したから、もう終わり、もう終わり、結成もしてないのに解散、ね、そうそうそう、早い、もうレイジ君は長続きしないよねスーパーなんだよスーパーレアも解散してハンバーガーズも解散して、いやいや解散してもうなんかいろんなものを手に回していってるそう、レベルクロスは解散してないぞ、あれな、いや違うな、ダイヤでも今回ちょっと演芸部門に足突っ込んでるからいやもうお前も言っとくと先駆者はお前だからな、先駆者レイジ何言ってんの、レイジ君の罰ゲームも結構好評やったと思うけど、うん、いやいやいやあのもう二度とやんないから、いやすごいセンスあるもういや、うん、ほら師匠が認めてるぞ、さすがセンスの塊ですよね、や何やっても天才だしな、いやまあそうなんだけどね、できちゃう、嬉しそうや、ちょっと参ったな、何ちょっと今日も頑張ろうなで、どんなユニット曲になるんかな、まあまあまあそりゃやっぱりアダルト感たっぷりのやっぱムード歌謡がいいんじゃない、二人には似合うんじゃない、タイトルなんかブルーライト中華街みたいなのがいいんじゃないですかアダルトって感じですね、アダルトです、なんかアダルトっていうのなんかいやらしい感じするよね、いやいやそれは違います、ね、いや俺もさ結局のところまだ細かくは聞いてないんだけど、うん、はい、でも今のところは大人っぽい感じで一応進めてるみたい、ほらアダルトじゃないですか、いやなんかその響きがなんかねちょっとちょっとまあね、ダイヤにそれ聞かせるとそうなっちゃうよな、まああんまりシンジに引っ張られるとダイヤ本当にムード歌謡みたいになっちゃうぞ、どういうことでもさダイヤさんがしっとり歌い上げるっていうのも聞いてみたい感じしますよね、しっとり歌い上げるぜ、うん、だってカラオケでも洋楽のバラードとかたまに歌ってますもんね、あー俺外国語の歌でもいいな、なんかほら外国の人が聞いてくれても分かりやすいだろうし、あー、うん、そうだね、 ARP にはまだ日本語の歌しかないもんね、それも面白いかもしれない、うん、そうだな、ビリビリ動画とか YouTube で生放送して、うん、ほんとグローバルかっていうね、開国の日間近じゃんみたいな感じになってんじゃん今、うんうんうん、で海外からもさメールもらい始めちゃったら、うん、ARP もついにエシレですよ、おエシレ、ちょっと待ってよくわからない、わかんないの、うん、お前まだエシレとか言ってんの、エシレの恨みは深いですよそっちかあれは深いですよ、うん、どういうことだまあ要するにグローバル化したいってことだななるほど、エシレが食べたいなと、そっちが多分それもない、はい、ということで、まあ、ダイヤ君とねシンジ君というある意味本当に異色の組み合わせユニットですから、これねどんな曲になるのか楽しみです、それではここで曲を聴いていただきましょう、はい、レイジ君曲紹介お願いします、うん、マイディア
はい、それではここで告知をレオンくんお願いします。はい、テレビ朝日系全国放送ブレイクアウト9月度のマンスリーアーティストフリークシーン、合ってましたっけ？合ってますよフリークシーンで特集されています。次回関東では9月21日水曜日25時26分から放送予定です。詳しくは番組公式サイトをご確認ください。それとリワインド4、10月27日28日と11月3日と4日、横浜 DMM シアターにて行われます。はい、ぜひこちらもお越しください。
はい、ぜひ詳細ね ARP の公式サイトでチェックしてください。続きましてリスナーの皆さんへの9月のお題もお願いします。はい、では9月のお題です。私の趣味です。リスナーの皆さん人それぞれいろいろな趣味があると思いますけれども、一方でね趣味がなくて探してるという人もいると思います。ぜひ素敵な趣味を紹介してください。うん、みんなどんな趣味があるんでしょうね。みんながやってみたいなと思う趣味でもいいし、なんかびっくりするような趣味があったら楽しいな趣味がきっかけで仕事になったみたいな人もいるかな。はい、発表の方はですね11月頃にねなると思いますので、ぜひ今表示されているメールアドレスにたくさんメールを送ってください。お願いします。そういえば今回から今までのディファ有明から、うんうん、このベルサール高田の馬場に会場を移しましたけど、はい、どうでした？あのね、音がね今までの会場に比べていい感じになってたとレイジは感じたな。うん、これはみんなもね、うんうん、感じてくれてると思うんだけど、うんうんうん、歌いやすかったよな、ね、本当に。であとステージもね広くて踊りやすかったし、うん、まあやっぱりいい会場になったんじゃないのかな。あとさ楽屋も綺麗でスペースも広かったから、うんうんうん、まあ何より課題の練習バッチリだったねそれなまあでもラーメン食べ抜く時間なかったね。そうだよな、ちょっと4人でラーメンはね食いに行きたかった。行きたかったな。ただね高田の馬場最近ね、うん、ブームがあるんですよ。ブーム、なんかね、うん、分かるかな、鶏そばっていうものが流行ってて。あー知ってる、分かる、パイタン系のやつだろ。そうパイタン系のラーメンがね、うん、流行ってるんで、うん、結構その美味しいところがいっぱいあるから、うん、本当は行きたかったな、うん、もしかしたらあそこのこと言ってるかな。どこ、あ、ちょ、後で、後で、後で今回ね、だって1日2公演あったしラーメンぐらい行く時間あったんじゃないですか。いやー、うん、もうバッタバタだよ。そう、ところがだよ、うん、コンベンションがあっただろ。あー、うんうん、あれの準備、コンベンションもねリハーサルやったんだよ。いやもう本当にバタバタだったんだよ。でもさ、ライブの会場とか設営してくれてるスタッフさんが ARP のライブは弁当がうまいよなって言ってた。あー、うん、確かに僕もそう思う。いろいろな業者さんのお弁当が届くから飽きることもないし、うん、あとねのしとかもついてて一言メッセージとかも書いててさ、あったね、そういうね心遣いが嬉しいよね。ねえ、まあでもラーメンも食べたかったな。あ、ね、そしてですね、まあ、ほんのちょっとだけねちらっと1階ロビー見たんですけど、こうグッズコーナーもにぎわってましたよ。すごい列できてましたし、うん、あれなんかガチャに並んでたらしいですね。あ、僕も聞きました。今回もガチャがすごかったって、うん、なんかさレオンほど自分たちのグッズの売れ行きを気にするアーティストってなかなかいないんじゃねえかな確かになだって今回は僕が発明したミーアアクリルスタンドがありますからね。発明、ね、普通のカプセルだと入んないからでかいサイズのカプセルを全部交換させたやつね。ゴリ押しレオンゴリ押しガチャ。ごめん、すごいすごいあでも僕もスタッフさんに聞いたんだけどすごく好評だったんだってミア。よかった、うん、でミアのスタンドにするために僕らのアクリルスタンドを買って僕らを外してミアだけを立てる方もいらっしゃるみたいですよ。なるほど僕らはその僕らどこ行っちゃうの。いやそうだよ、外されたレイジたちはじゃあ今頃どこに横たわってんの。そうそうそう、立ってないわけでしょ。ね、うんうん、だから僕考えたんやけど、うん、次のキックアライブか、まあ、リワインドで、うんうん、まあ、外された ARP メンバーを収納する袋とか、なんか寝かしておくお布団セットとかの、お布団、そういう、うん、そういうガチャ作ろうかな。ガチャに入るかな。ガチャ、それは。あ、でも袋だったら丸々から入るのか。まあ入る。いやでもそれって本末転倒すぎない。そうだな。本人たちがないがしろにされてるぞ。結果として。まあお布団で寝ていただくっていう。あ、そうか。ないがしろにしてない。いやいやダメダメダメ。寝お布団で寝るんやったら。結構レイジ君とかはされそうですよね。いやされそうってどういうことだよ。まあまあ瞑想は、ね、もちろんしたい。でもレイジはどこでも瞑想できるから、そんな布団でしか瞑想できないみたいな。レイジ君だけじゃあ布団はなしと。じゃあレイジ君だけ床で。それは寂しくない？じゃあ布団いる？それはまあでもお前の場合さどこでも寝れるからいいんじゃねえの。やるならまあまあそうなんだあ、そうそうそう、グッズといえばね、うん、お手紙もたくさんいただいてるんですけど、うんうん、ライブ以降ねグッズのさレターセットでお手紙いただいたりしててなんだか嬉しいよね。あ、そうそう、レオンがねこれ嬉しそうに読んでるよみんなお笑い、お笑いみんなお笑いな。お前は何が言いたいんだ何お笑いじゃない、お笑いじゃないな、お揃い、お揃いな、みんなお揃いで仲間って感じなんですよ。
よ、もうずっと師匠のせいですよ、もう。あ、本当そうだまんざらでもないね。あ、そっか、うん、まんざらでもねえんだ。でもほんまに使ってくださってるんやって思いますよね。みんなありがとう、うんうん、ね、ありがとうございます、うん、あ、で、それで思い出したけど、うん、昨日いただいた手紙読んでたんですよ、うん、そしたらお母さんからの手紙が入ってて、レオン元気？ライブ見ました、レオンもそれなりにいいけどやっぱりシンジ君が好きですと書いてあって、コーラ吹きました。レオン君のお母さんありがとうございます。あれ、俺たちは俺たちは何も書いてなかった。お前吐息多めで言うな、お前なんだ今の、その通りだけど。で、レオン君のママはプリンセスなんですね、うん、プリンセスありがとう。おい、複雑です、ママに。そして人の母親黒くな。ちょっとね、話変わりますけど、告知でもありましたけれども、うん、今 ARP が特集されているテレビ朝日のブレイクアウト、うん、こちら番組でパラダイスの PV ご覧になった方も多いんじゃないかと思います。あれめちゃくちゃかっこいい PV できましたね。ありがとうございます、ね、もうライティングとかもこだわっていただいて、うんうん、ね、あの ABEX の映像チームの撮影だったんですけども、なかなか引き締まった現場でしたね、うんうん、そう、うん、監督さんとカメラさんがめっちゃ怖いんですよ。もう見た感じも怖いし、レイジはああいうねプロっぽいタイプは好きだけどね。最初さ、レオンさ、お前を、うん、踊ってた時笑ったじゃん、うん、じゃあ突然さ、レオン笑うなって言われたじゃん。レイジ的にはこの監督いいねって思った。もう一回やってもらっていいですか。レオン笑うな。うわみたいな、そんな監督だっけ。熱い監督だった、ね、なんか違うモノマネしてた時あったけど、それと一緒だよね。あの翔ちゃんな。ああそうだ、平田さんのモノマネして大役全然ダメみたいな。あ、ちょっと変わった、またちょっと変わったぞ。どんどん進化していきますね。進化してんね。まあでもさ、うん、あの一撃でレオン君ギア上げたよね。ダンスがライブモードになってた。もうびっくりして、もう手足がビンビン動き出したんですよ、うん、でも撮影の後監督から、レオンお前なかなかいいなって言われました。でもこう場所も、ここどこの廃墟ですかみたいなところに連れて行かれたじゃないですか。あんなよく探しますよね。なあ、カメラマンさんがさ、すげえライトやさ、窓からの光にこだわってて、ただ歩くだけのシーンなのに何回も撮り直ししてたじゃん、うん、だから PV 見た時、はあこうなるんだってちょっとびっくりしたんだよな、うんうん、なんか最初テンダーのイメージに近い映像になるんじゃないかなって聞いてたんだよね。そう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 、あ、でもテンダーと同じなのは撮影が暑かったってことだよな。そうだよね、あれさ、雪が降ってる屋上って思ってる人多いみたいだけど、うん、撮ったのは実際は真夏だからな、あの、ね、皆さんね、プロの現場でこういろいろ経験してね、勉強になってるんじゃないかと思いますけれども、そういうこともね考えつつ PV を見ていただくと、また違った見え方になるかもしれませんね、うん、ということで、そろそろお時間が来てしまいました。アメージングレディオパフォーマーズオンザウェブ、また来週楽しみにお待ちいただければと思います。はい、お相手は ARP メンバーシンジとレベルクロスダイヤ、レベルクロスレイジ、エオン担当ナビゲーター、私星野拓也でお送りしました。なあなあ、ラーメン食いに行こうぜ。あ、鶏そば、鶏そば行こう、食べたい。ひとまずお手並み拝見と行こうか。ならせならせ、まだ足りねえゲロ、オーライ未来に変換、時代の先端追い越してやれ。ライドミーライドミー、コスノルツボで燃え上がりなレイデー、恥じらってんの今さら、ほてったからだね、頭ん中まさら理性の果てまで探し出しないんさいだ、嫌いじゃないだろう、始めようぞ、ディクテルラブ、ライドミーライドミー、超えた格バカになれた物勝ちだろう、ライドミーライドミー、盛り上がれ一つになるエナジー、声出すもっとこんなもんじゃねえ、そうだろう、
視線の間で上げてやるだけ叫べ叫べまだ足りねえ飛ばせ今しかん熱量スピード転送互い伝ってそうじゃ Ride on me, ride on me AI も知り得ない燃え上がってる feeling 応酬だけのレディドあの手この手で能動的なリビド落としては見せろよ完全まんまに Give me more やればで Ride on me, ride on me 愛になってクールな顔も鳴りを潜める Ride on me, ride on me 最後まで誰も彼も Crazy Whoa, まだまだ変だろう超全身的な Future Whoa, 道の道の道へやるじゃん、レディー。